彦根市は、滋賀県東部に所在するし、滋賀県東部の中心となる都市である。旧坂田郡鳥居本村と、旧愛知郡等枝町を除き、かつては、犬神郡に属していた。彦根城から望む鈴鹿山脈と彦根市中心部、彦根城から望む琵琶湖畔と彦根工場下町の、面影を残す一角彦根市域を含む旧、犬神郡は、古より、 大見国の交通の結節点であった。中世から近世にかけては、全国に信者を持つ多賀大社の三景道が流星し江戸時代初期に整備された中仙道の宿場町としては、彦根市域では鳥居本塾と高宮塾が置かれ、中でも鳥居本塾は、中仙道中大見国内で随一の賑わいを見せた。現在の市街地の近郊に、 沢山城を築城した豊臣秀吉の重臣、石田三成が関ヶ原の戦いで敗れた後、江戸時代には徳川家普代の大名である池の治療するところとなり、琵琶湖に面した山に築城された彦根城を中核として、助は山藩改め彦根藩が置かれた。この彦根藩及び彦根城は西日本の戸様大名に睨みを利かせる。 爆藩体制上を極めて重要な役割を、さらなる前線に位置する、リ馬国の姫路藩及び、姫路城やビンゴ国のビンゴ福山藩と共にになったが、福山城を除く二つの城は、想定シュールとザマ大名による無本が起こらなかった、ために攻められることなく、太平の世に存在し続けた。そのような彦根藩のお膝元にあって、大藩がひしめく京都周辺でも、 有数の城下町として彦根は発達を見せた。近現代では市政施行以来数十年間は大津市に次ぐ県下第2の都市であったが平成の大合併後の人口では大津市、草津市、長浜市、東大見市に次いで県下第5位となった。しかし地方気象台、国立大学、裁判所支部などといった各種機関が現在も市内に集中し、 滋賀県東部における商工業の中心地である。大規模な都市空襲を受けなかったことから、近世以来の城下町や宿場町の町並みが比較的保存されており、2009年1月19日には亀山市、金沢市、高山市、萩市とともに第1回歴史町づくり法に認定されている。現代では毎年7月に松原水泳場で開催される。 鳥人間コンテスト選手権大会や、マスコット、ヒコニャンを通じても、広く知られている。ヒコネという地名は、アマテラスオーミカの巫女であるアマツヒコネとイクツヒコネ二柱の、うち、校舎が勝つ,つヒコネ名人として、ヒコネ山に祀られたことに由来するとされる。CF ヒコネ神社総建年。ヒコネ市中心部。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。面積196.84平方キロメートル。琵琶湖に面するが内陸部に位置しており、伊吹山地が近接しているため、気候は内陸性気候である。気象庁の区分では、滋賀県北部に分類されているが、彦根市は中部というべき位置にあり、積雪は他の県北部の市町村に比べて少ない。 山地彦根山より、沢山を望む。河川湖小湖岸当初日本海側気候であるが、滋賀北部の他の地域と比べると、雪の量は少なく、豪雪地帯にも指定されていない。また、観測所が琵琶湖に近いこともあり、気温の比較さ、年較差が滋賀県内の他の地点より小さい。浅日森地区、稲江田地区、亀山地区、川瀬地区、城西地区、 上東地区、上南地区、上北地区、上陽地区、高宮地区、鳥居本地区広域地域区平成27年国勢調査より、前回調査からの人口増減を見ると、1.36%増の113,679万人であり、増減率は県下19市町村中5位。京都や大阪の住民が、滋賀県をベッドタウンとする現象が進捗する現在、 彦根市の人口も増加傾向にあるが、その増加率は県南部の都市と比べると緩やかである。北部から西部にかけては琵琶湖にあけており、古城の竹島も地域に含まれる。湖の対岸は北に長浜市、北西に高島市、西に大津市が位置している。鎌倉時代中世歴代の異跡者佐々木市六角市。 京国市安西市室町時代戦国時代安土、桃山時代、石田三成氏田谷沢山藩藩主。豊臣政権五部行の一人、伊伊直政伊屋第二十四代当主、伊伊香門頭屋初代当主、伊屋佐山藩初代藩主。江戸時代元那八年、彦根城が、関西付き御殿内の御所院六月修復、ケヤき御殿内の大名庭園。 宇田川広重筆、基礎街道69時の内鳥本 CAF、万馬塾から鳥本塾館にある、すり張り峠に設けられた、立場茶屋、傍古堂から見下ろす、19世紀前期当時の琵琶湖と、内湖の眺望。当地は、中山道中随一の名称と謳われ、傍古堂は大いに繁栄した。なお、傍古堂は1991年11月に、消失している。 歌川広重筆、基礎街道69時の内高宮 CEF 近郊を流れる犬上川から高宮塾を望む。い伊直介すけ正がいいや第34代当主。いいかもが屋第15代当主。彦根藩第15代藩主。江戸幕府大郎。明治時代滋賀県五国神社。大正時代滋賀大学経済学部高堂と彦根城。中堀。 2008年12月撮影。昭和時代創設当時から変わらない鳥居本駅の建物昭和時代花の生涯記念碑、平成時代四番町スクエア海外国内水産、行琵琶湖に面した彦根地方は、古来、鮎に代表される琵琶湖三端水魚と船寿司に代表されるその水産加工品を特産としてきた。農業、赤かぶら、彦根なし、彦根りんごでも知られる。 工業彦根市は工業都市でもあり、工業生産額は滋賀県でも上位である。この分野ではバルブ、ファンデーションが地場産業として挙げられる。伝統的工芸品中世から近世にかけての代表的特産には彦根の仏壇や陶磁器、鳥芋と塾の薬や道中カッパなどがあったが、このうち彦根仏壇と赤玉神京丸は現代にまで受け継がれている。 商業市中心部には銀座商店街や市場商店街など複数の商店街が形成されており第二次世界大戦前や戦後の高度経済成長期には市内や周辺農村部からの集客でにぎわった現在そうした既存商店街はロードサイド郊外型商業施設の発達などで活気を失っているが活性化に向けた 様々な方策が模索されている。銀行政策金融機関、共同組織金融機関日本郵政農協、西協彦根市内に重要施設を置く、主な企業。彦根市内に創業地がある、企業特筆性のある企業のうち、創業地が現在の彦根市内にあるものを、創業時期の古いものから順に上げる。拠点を置く、企業企業名を50音順で記載し、 立地施設名などを添える。新聞社反布地域に、彦根市を含む、地域新聞を、おおよそ対象地域の狭いものから順に上げる。なお、京都新聞は、広域新聞であり、これを含まない。放送局上下水道処理施設市が、大学彦根キャンパス幼稚園保育所大見マリン、空港市が県に、空港はなく、彦根市に、最寄りの空港は、 名神高速道路彦根インターチェンジより約1時間40分の距離にある大阪国際空港である。他にも中部国際空港へは同インターから約2時間、さらには関西国際空港へは同インターから約2時間30分ほどである。中心となる駅、彦根駅その他、東海道新幹線が前原駅京都駅間で当時を通過している。 路線バス都市間バス高速道路、国道県道一般県道は数が多いため、主要地方道のみ掲載。港湾、彦根城天守府倉及び多門倉と資本金自着色風俗図は国宝である。建造物、彫刻、工芸品、古文書など国の重要文化財も多く、また、彦根城跡は特別史跡である。園と楽楽園合わせて名称に、 指定されている。滋賀県五国神社国宝、彦根城天守時代劇のロケ地としても馴染み深い、元宮園の1ショット標語展の復元庭園石垣、堀、排水口西の丸と伝わるクルワの建物、武家屋敷跡などが、発掘調査で確認された。彦根市松原水泳場より遠望した、竹島2006年に行われた、 第三十回超人館コンテスト選手権大会の、ヨースヒコネのチャンポン古藤焼文政12年、ヒコネ城下で、五福章、古着章を営んでいた、絹谷半兵衛が、伊万里焼の職人を招き、ヒコネ油屋町の古着章、島谷平介とヒコネ半三倉手代、西村右兵衛を誘って、共同で、ヒコネ城南の晒し山に、絹谷用を開き、こと藤焼きの創始者となった。 ただし、晒し山には何らかの問題があったらしく、場所を沢山山六の持ち北に,に移して築いた釜で成功させたのが始まりとされている。釜は、その後、経営難に陥って、半米一人で営まれることとなるが、研鑽を重ねて品質を高め、第十四代藩主、井い直明知性家の天保十三年、藩直へとなった。古藤焼は、直明と次の、 第15代藩主、直塚の知性下で最盛期を迎えるが、幕府大老を兼任していた直塚が、江戸城桜田門外で暗殺された後は、彦根藩内の空気も一変し、政情不安の煽りで職人のほとんどが離散してしまう。残った、地元生まれの4名だけでは存続も叶わず、藩用は2年後に閉鎖を余儀なくされた。それ以降は、民謡として、複数の窯が存続していたものの、 それらも1895年までにすべてが閉鎖され、古藤焼は途絶した。古藤焼の復興を願う機運が高まりを見せたのは昭和末期のこと。これを図る人たちは、滋賀県と彦根市の賛同を得て、古藤焼復興推進協議会を発足させ、1986年に釜を築いて施策を始めた。さらに2005年7月27日には、同協議会は、 滋賀県の認証を終え、新たに NPO 法人、古藤焼を育てる会として発足した。現在の彦根市では、全域で近畿方言の一種である大見弁が話され、その中でも古藤方言に分類される。古藤方言は、京都色が強い湖南方言と、特殊な湖北方言の中間的な方言であり、古北方言圏と隣接する彦根市、犬神郡は、 古東地方南部と比べて、古北方言との共通面が多い。また、資産幹部で、交通の便が悪かった、宇那町や、男木町の方言は、平野部と異なる特徴を持ち、多くの古語が残されていた。彦根周辺の方言の特徴としては、関東女子、ナーや州女子、本などが挙げられ、彦根を中心に、古北から古東にかけて、広く使われてきた。また、 急上下町では、おみや、頼みましょうなど、武家言葉に由来する独特の表現があった。ちなみに、彦根のアクセントは、共通語と地元の方言で違いがあり、全国共通語のアクセントでは、平板型で発音するのに対し、地元では、このみが高い中高型で発音する。地元を走る大見鉄道本線の自動車内放送でも中高型で放送されている。 ありがとうございます。